そう、このフォージピックアップがね、本当だったらサイレージ積むのに最速になるようなやつなんですよ。前回のマップでは使わなかったけど、ただこれを使っちゃサイレージ積むのも面白くねえっつってね、散々ね、あの平らに積むことをこだわってやってたんですけどね。鉄鉱石売ってるだけでね、ほとんど何もしねえのけど、この金額になってるんですよ。いやもうとっくにさ、搬入した木材なんて枯れてるわけですよ。まあ、搬入し続ければね、10万リットルぐらい溜まるからね、結構な量にはなると思うんですけどね。相変わらず遠いな、本当に。あの坑道まで。しかも、このモーターそんなパワーないね。全然遡ってかないもんね。こんな時間かけといてね、結局これ使えませんでしたら、笑っちゃいますよね、ほんと。まあ多分使えないでしょうけどね。さすがに、鉄鉱石をこれでガリガリやるって、どういうことって話ですからね。はい。とりあえずね、山まで来ましたけど、ここの上り坂もね、ほんと大変ですよね。これ、フォージピックアップの方の動力としては大丈夫なのかな、モーターで。まあ大丈夫なんだろうな。電力消費早っ。もう結構減ってますよ。さあ、どうだ、できるか。はあ、やっぱり無理だよな。あれ、いける、もしかして。ただ届いてなかっただけ。違う違う、こっち。フォージピックアップ使えるんだ。だったらこのベルトシステムなんて全くいらないけどね。はい、行ってみましょう。さあいけるいける早い爆速爆速、卑怯だね。すさまじい威力ですね。もうベルトコンベヤとかいらない。ちょっとね、じゃあもう邪魔になるんでね、どかしときましょうか。もう掃除機がごとく吸い込んでくね。はい、納品。試してみたかったこととしてはさ、この下に置いといたらさ、勝手に溜まってってくれんのかな。なんかでも溜まってってくれなそうだよね。ほら貫通してるし。まあとりあえず試しに物は置いとこう。はい、やっぱりね、ダメでしたね下に置いといてもたまらないもんはたまんないまあわざわざね、そんな積み方しなくてもね、これでえらい勢いでね積めるんでね、問題ないは問題ないんですけどね。はい、とりあえずね、まだ 17.1m なんでね、もうちょっと成長するかなと思うんですよね。現在8月です。とりあえずね、10月まで送ってみましょう。はい、11月ですね。さあ、どんぐらいに成長したか。29メートルですね。まだ成長すんのかな。とりあえずね、もう一気にね、来春まで送ってみましょう。次のね、年の4月まで送ってみます。はい、4月になりました。松がね、36メートルぐらいになりました。まあ、どんでもなくでかくはなってるんですよね。すごいね、何も考えずにね、ボツ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 植えてるからね、密度的にすごいことになってますけど。もうちょっとね、成長させてみますか。もうちょっとだけね、どこまで成長するんだかわかんないですけどね。とりあえず8月にしてみましょう。はい、とりあえずね、数ヶ月経ってもこれより大きくなんなかったんで、これが限界なんでしょうね。ちなみにここまで大きくなると、これで切れんのかな。
あ、一応ね、これで使える範囲は範囲なんですね。はい、じゃあね、とりあえずね、今回はね、以上にしときたいと思います。次回はね、こちらを切って、加工して、早速ね、ローラーコースターとかに持ち込んでみようかなと思ってみます。はい。まあ、お金見てもらってわかる通りね。とりあえず、鉄鉱石やってるだけでも、全然金になるんでね。本当にね、お金を稼ぎてっていう気持ちがね、これっぽっちもわかねえマップなのは間違いないです。はい。それではね、今回はね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。